ないない、何探しとるんや。あ、あかりちゃん、いやー、いつも身につけてるあれがないんですよ。あれがないと何にも見えなくて。いやいや、何昭和のボケみたいなことしとんねん。自分のおでこ見てみ。いや、これじゃないんですよ。いや、メガネじゃなければ何探しとんねん。スナイパー用120倍スコープ。本当に何探してんの？だって、それがないと見えないじゃないですか。急所。見えたとしてお前は何をするつもりやねん。怖えよ、私の視界に入ったが最後です。おとなしく姿勢を組み手もしてやがれ。なんで姿勢を組みしなきゃなんねえんだ。辛いわ。姿勢の句でも読み上がれやろそこは。え、句の字に何か不満でも？姿勢の選択肢としては不満だらけやわ。そんなこと言うならこれを見てください。なんやねん。ほら、いっぱいに写すな。ほら、増やすな。ほら、顔文字を作るんじゃねえよ。てか何の話やねん。というわけで、今回はメガネなしでプレイしていこうかと思います。なんでやねん。普通にメガネつけてプレイすればええやん。いやー、でも、メガネをしてると私の可愛い瞳を視聴者の皆さんが確認できないでしょ。うるせえなこいつ。そんなに可愛い瞳を見せびらかしたいんだったら、今ここで先生のキュートな瞳を目いっぱい見せてやりーな。メタケに目いっぱいですか？ウケる。いいから早やれや。なんだか照れますね。早しろ。じゃあ行きますよ。せーの。はい。おんま、なんだそれお前、文字が入っちゃってる。文字が入っちゃってるよ、ゆかりちゃん。可愛いでしょ。文字通りの意味とは夢にも思わなかったよ。いやほら、メガネ外すと、目が3みたいになる人よくおるやん。それくらいは想定してたけど、文字列入っちゃってるのは想定外だったわ。え、じゃあ線で行きましょうか。行かなくてええわ。じゃあこれで。ぴょん、カウントアップすんじゃねえよ。自由自在か。さて始まりました。暗闇 DVD。始めんな。目を見開けや。いやー見えないわ。全然画面見えないわ。こいつ捕まった時の言い訳のためにメガネを外してやがる。今回のキラーはハグか。ハグキラーとして名を馳せた先生の実力を見せる時が来ちゃいましたね。どこで馳せたの？脳内？違いますー。家庭内でですー。そんな間違ってもねえじゃねえか、ふざけんな。ふはは、あやつめ、気づかずに近い似ておったわ。じゃあ、リラクゼーションタイムにて。こんにちは。おお、何早速トラップ踏んでんねん。ふはは、ちょっと待って、少女ユーい。あいた。完全に生まれとるやん。ふう、なかなかやりますね。ぼやけてなんも見えないけど、めちゃめちゃ見えてるだろうが、ふざけんな。野眼の力を舐めるなよ。邪眼の力を舐めるなよみたいに言うのやめろ。あー、そろそろやばい。あー、うん、そろそろやばい。あー、焦りのテンションにアクセルかかってきたな。読んでいる。唐突に変な電波受信すんのやめろ。順調に一釣り目やな。さて先生、何かうちに報告せなあかんな。実は最近、勝手に相手の前世を予想することにハマってます。ちげえよ、ハグキラーとか言っておきながらお粗末なチェイスを見せて吊るされてることだよ。お、助けに来てくれてるみたいや。ありがとう。でもトラップには気をつけて。こんにちは。ああ、赤い、逃げるんや。こんにちは。助けてくれるの？ありがとう。いやでもこれはやばいね。うわー、助けてくれたクロちゃんのためにも私は生きる。その息や。とりあえずスプバで2枚板ポイントに逃げ込みます。角っちょでしっかりステインを確認します。あっちからや。よっしゃ、板くらい。うわー、おー、逃げ切ったみたいや。なんとか繋がったな。とりあえず2人ともやられる最悪のパターンは避けられましたね。とりあえず回復やな。ありがとう。とか言ってる間にダウンや。くぅ、ここは急所必須ですね。向かいましょう。ハグと戦う時の大きなポイント、トラップの解除についてしっかりとお伝えします。ほう、そりゃええわ、教えてえな。ハグはその能力の特性上、サバイバーを背負っている時はワープをすることができません。なのでハグの罠設置箇所が分かっている場合は、ふい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 って感じで罠の上でタップダンスをしてあげましょう。ああ、これ鬼側からしたらイラつくやつや。地獄の上でタップダンスだぜ。調子乗って地獄に落ちんよう気をつけろよ。めっくらこいた。あれ、今ファーイって言った？は、言ってませんけど。発声練習を兼ねた特大音量のあくびですけど。こっちの眠気が覚めるはやめろ。うー、ハグは急に出てくるからびっくりするんですよね。ああ、まあせやな。あれだけは未だになれんわな。あ、そうだ、耳を塞げばいいんだ。目と耳塞いでお前はこれから何をする気なんだ。そして鼻も塞ごう。それは影響ねえよ、気にすんな。ねえねえあかりちゃん。何？鼻血出た。バカ野郎、急に鼻をつまむからや。これ鼻貸してみ。制服についたらどないすんねん。もうよし、これでオッケーや。ふはは、ご苦労。しまくぞ。ありがとう。ってことよ。さて、そろそろ体が温まってきましたね。スロースターターすぎて、いつも温まる前に退場してますもんね。あそこにトワイトさん釣られています。はい、彼をカレーに、カレーを食べながら助けます。食べんな。だからちょっとここら辺カレー癖の会をやめろや。さて近づきますよ。よっこいしょ。敵取る来とる。早逃げんと。先生が身代わりになる。トワイトくん逃げて。急に熱血先生になったな。てやー、目移りせんな。うおおおお、顔面をこすりつけろメグちゃーん。へっけん。おお、こっち来たで先生。あ、ちょっと今カレー食べてるんで。何カレー食ってんねん。このキラーは階段降りて視線切られるの嫌がっている節があるので、それを利用していきましょう。そうなんか。
ほらね、矢を観察してて偉いけどその顔はしばきたいわ。おい、またかい、お前トラップ引っかかりすぎやねん。柱にも引っかかっております。うるせえ先輩。お、なかなかのキレや。イエーイ、ジリギリやな。そうで、ええぞ。いやきついな。くう、さすがに一発もらうか先輩。あんた、まあ何回もやっちゃったしじゃない。よしよし、強固地に入れそうです。よし、ここらでいたぐるぐるしてキラーをハートキャッチしちゃおうかな。キャッチしてどうすんだよ。ハートブレイクやろ。え、ハト胸メイク？言ってねえよ。なんやねん、ハト胸メイクって。すげえ強筋つきでそうだな、おい。うらぁ！ナイスや。逃げます。ってそっち逃げんのか？告白します。はい。逃げる方向を間違えました。何笑ってんねん。怖っ。ここから下へ逃げます。スマチャクないのにそれは。わい！はい、みつりね。しかも地下やん。助けに来てくれるかは正直微妙やな。釣られているだけなので暇ですね。踊っちゃいます。おとなしく捕まってる人としての態度を取ってくれませんかね。あ、そうだ、あかりちゃんの先生を予想してあげますね。聞いてね。ツールを使うんじゃねえよ、予測しろ。名前入れて、ほい。女性診断プリストあかり。誰がプリストあかりだ、やめろ。はい、どうぞ。名札をつけるんじゃねえよ。てか、なんでお前の名前がでかくて私の名前がちっちゃいんだよ。バランスおかしいだろうが。しかも何気に自分の名前に姫とかつけてるやん。だって私の前世お姫様ですし。はい、そんなわけないやろ。はい、姫です。こいつ増長がとどまることを知らねえ。私のことは姫ゆかりとお呼びなさい。お米かな、炊きたてですわよ。うるせえな。ちなみに私は人間以外の生命体でした。そしてお前は何やねん。ありがとう。地下に来てまで助けに来てくれるなんていいお人や。よかったな。さーて、じゃあしゃがみながらゆっくりと脱出しますかね。せやな、トラップに引っかからないよう気をつけるんやね。こんにちは。でおーおーおー、行ったそばから何を引っかかっとんねん。私はトラップに引っかかることに定評があるからです。すごくカモです。地下入り口前の強い板あって助かったな。ひぃ、一旦落ち着きましたかね。まだや、来とる来とる。あ、落ち着けよプリースト。誰がプリーストだ、呪いかけんぞ。一周回って逆に行けると考えようぜ子猫ちゃん。一周回っても先生のアホっぷりはごまかせませんよ。逃げろー。ひぃ、落ち着けよ。そうだ、餅をつこう。本能で生きてんのかお前は。間に合え。いい、よっしゃー。はぁ、はぁ、お疲れさん。ルインが仕事しすぎてますね。あと二つなんやがな。むむ、心音。はい。まさに頭隠して尻隠さずやったな。そんなやついるんですか。受ける。お前のことやつを。ふはは、階段視線切りを食らえ。ああ、それ苦手な相手なんやっけ。普通に来てますね。こいつ、戦いの中で成長してやがる。ほい。まあまあ、強い板を花紙のように使っていきますね。実力だよ。何を開き直ってんだよ。さあ、華麗な超天才チェイサーゆかりの腕振りをご覧ください。見るべきところそこなの。ねえねえ、あかりちゃん。なんやねん。超天才チェイサーって二つが、ちょっとくどいかな。そこ今判断すべきこと。すごい足。黄金の足。黄金の錬金術師。何の情報を抽出してんだよ。てか錬金するんじゃねえよ。錬金術、錬金、錬金。お前もしかして五感でワード選んでるとか言ってる間に回り込まれてるんですけどね。おい、華麗なフェイント。読まれとるな。ヘイヘイ、そうクールだぜ。うるせえ。さあ、こっから超レンコンチェイサーゆかりが出ますよ。二つ何、レンコンが採用されているけどええのか。レンコンパワー。やってトラップ踏んでがね。レンコン、大好き。はい。ああ、脱出できなかったな。このまま終わってしまっては姫の治れ。折れてしまえ、そんなもん。ワンモアチャンスプリーズ。はい、どうぞ。おーい、プリーストあかり。プリーストやめろ。プリプリプリーストあかり。プリを増やせば喜ぶだろうみたいなその顔をやめろ。どうしよう。あんた、これは絶望やな。ふぅ。ああ、もうハッチにかけるしかないな。デッドハート。よし。それ以下くらえ。頑張れ。まだいけるで。マップ中央付近はまだ板が残っているはずや。ひぃ。で先生、ハッチあるでハッチ。え、どこどこ？下下。まさかの土壇場奇跡の出し。顔面腹笑い状態やめろ。装着。いやー、ハッチ見えなかった。メガネしてなくてハッチ見えなかったわ。うわうっざ。てかお前、最後ハッチ探すときめちゃめちゃ上向いてたじゃねえか。私は上を向いていきたい。その志が強く、そう、強くプレイに反映されてしまった。その結果、左スティックを操作する親指が滑り、右スティックを操作する親指が滑り、そしてついにコントローラーが吹っ飛びました。手汗びちゃびちゃなだけじゃねえか。だってだって。あ、泣かんでー泣かんでー。まあ、しゃあない。次頑張ればええんや。よし、じゃあ誰が短時間で手汗出せるか勝負だ。自身のマイナスをポジティブに変換できるゆかりちゃん好きやで。私が手汗クイーンですが何か。お前がそれでええならうちは何も言わんよ。では今日はここまで。こんなんでこのチャンネルは大丈夫なんかな。皆様のご意見随時募集中です。ゆかり先生にやってほしいゲーム、相談したいこと、リサーチしてほしいゲームのテーマなどなど何かありましたらコメント、ツイッター、インスタからどしどしご意見ください。待っとるで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。